いきなり第1位、これはダントツの1位だと思うんですけど、今ダメですよ、ほとんどアウトです。使えないものばっかりなんですけど、90年代のバブルぐらいまでですかね、 AV ってこうそのルール的なものも緩くて、僕一番やっぱりドン引きしたっていうか、これはチンチン立たないよな、おそらくっていうシチュエーションがもう30年間いる中で1個だけあって、でそれはまずこう女優さんが、おはようございます、あ、加藤隆です、今日よろしくお願いしますって、よろしくお願いしますって、変に厳かなんですよね、皇室の方みたいな、本日はよろしくお願いいたしますみたいな、なんかほら厳かな方だなみたいな感じで、楽屋で俺なんかこうそれこそこうやってコーヒー飲んで、なんかプカプカタバコ吸ってるなって言ったら、コンコンとかくると、はいって言ったら、高さんちょっとよろしいでしょうかって、今日の女優さんなんですよ。で、メイク終わってて、なんか小脇に抱えて、すいません、ちょっとお仕事する前に高さんに見ていただきたいものあるんですって言われて、何って言ったら、ちょっと写真集なんですけど、私がもう、これ、一押しの写真集なんですよ。一押し、多そうって。なんかサンタフェとかなんかそんなノリだったんですよ。好きなあの女の子のヌード写真集かなって勝手に俺が思ってたんですよ。でパッて出したんですよ。そしたらこれ使えるのかな、わかんない、スタッフに任すね、ここからさっき死体の写真集なんですよ。しかもなんか頭を拳銃で撃ち抜かれて、もうなんか頭がもう半分こう取れちゃってるやつとか、あの交通事故で引かれたやつとか、すごいんですよ。もう私あのこういうのでもなんかもういじっちゃうんですみたいな、まあ、変態ですよはっきり言って。もうなんかこう準備してる時、ちょっと待ってよ、今日台本だし監督何も言ってないけど、これ何やんだろうっていう急に不安が襲ってきたんですよ。あの打ちっぱなしのなんかあのコンクリートのスタジオだったんですよ。あの冷たげな、何とか分かります、何にもないコンクリート、おやと思ったらなんかずっとポールをこう張ってるんですよ。で、いや、あの、ダーさんまだいいっすよ、全然控室待っててもらって、まだちょっと時間かかるんだとか言われて、あ、そうなんて言いながら、控室待ってたんですよ。ダーさんお願いしますみたいな感じで、現場行ったら、いきなりADが生きてる鶏を10羽このポールにぶら下げるんですよ。そしたら、はい、用意スタートって言ったら、袖の方から女の子が、もう鎌あるじゃないですか。鎌を持ってこうやって現れて、もう、これっすよ。これで、まあ、まさにもう肉屋ですよ、だからもうでもうダーじゃないですか。で女の子はもうその血をこうガーって浴びるんですよ。もうろれつも回らないぐらいもういっちゃってるわけですよ、もうわーっていって、でなんか自分でもうあそこいじらずこう血をこう塗りたくりながらこういじって、で俺なんか監督の横でもうこんなんなってもうドン引きですよね。そしたら、お、いいよいいよ、コフマックス、タカさん、今だとか言われて、今何よみたいな、今ファックですよみたいなこと言われて、もうなんかさっきよりちっちゃくなってる俺みたい。いいんだよ、そんなの、なんかパンパンやってれば、別にモザイクで見えねえんだから、パンパンやればいいんだからとか言われて、しぶしぶこうやって、で、上からどんどん血に垂れてきて、もうずっと逃げて、こんな感じでやってて、もう、なんかね、あれまだ若い頃だから、なんかみんなは AV って楽しいと思ってるんだろうなっていう。でも実際男優ってこんなこともたくさんあるんだよなっていう。これはね、もう言いようがないよね。生きてる中で体験は。二度絶対ないと思うんで、縮こまっちゃうよね、どう考えても。